皆さんこんにちは、藤田直です。前回巡り合いという動画を出させていただきました。私と他の方に参加していただいたコラボ動画なんですけども、今回ですね、そのコラボ動画に参加していただいた方をお呼びして、ちょっとインタビューをしてみようという趣旨でやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで早速ですけども、入っていただきます。アンノーンプロジェクト、タナチューさんです。どうぞ。はーい、こんにちは。こんにちは、タナチューさんです。はい、女子が入ってくるのはそうそうないです。そんなにないです。そんなうちのチャンネルではよくよく考えて、前回のその巡り合いで参加していただいて終了。終了。きっと終了や。じゃあもう初めてぐらいの。そう、あのね、葉月空さんっていう人の曲は出してるんだけど、はいはい、こんな感じで場に出てきて話するっていうのはやってなかったんで。なるほどなるほど。はい、まあ、今回急にね、はい、呼び出させていただいて、何が始まるんかと。そうだね、ちょっとドキドキしてる。私もなんですよ、実は。はい、ノープランですからね。ノープランですよ。何を話そうかなと思っております。、まあ、はい、アンノーンプロジェクト、まあ、僕の友人でもあるふめくんのユニットなんですけども、はいはい、まあ、彼のチャンネルね、僕もちょこちょこ出させていただいて。そうですね、一緒にコラボもさせていただいたりとかね。はい、そう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 、その彼のチャンネル行ったらね、田中さんが歌っているのが割といっぱいあります。で、一緒に歌ってるのも 2,3 曲あるよね。あります、あります。ね、あの実際に会って歌ってるわけじゃなくて、別撮り、家で別撮りして送ったらコラボしてるわ。おお、出来上がってるわ。出来上がってるわ。梅君頑張ったなみたいな感じで見てたんですけどもね。はい。で、まあ前回の巡り合いで、はい、バッと集まって、そうですね、一緒に歌ってもらったと。はい、まあ実際会うも久々なんで。そうですね。はい。お久しぶりで。はい。まあ前その巡り合いの時も言うたかもしれないけども。言いました、言いました。はい、4年半、まあ、コロナもあって全然遊ぶ機会もね、そうなんです、減ったからね、うん、まあ、僕が、まあ、そもそも都道府県が違うからさ、そうですね、あの気軽に会う距離でもない、うんうん、っていうものもあったから、まあ、不明君と会っとったけども、はいはい、まあまあその都合があるだろうしっていうのもあったからね、まあ、今回ねそのコラボをさせていただいて、うん、まあいい機会なので、はい、ちょっといろいろと聞こうかなと思ってますけども、緊張してる？緊張してます、かなり。余裕ありそうです。いや、してるよ。してるよ。してるよ。いや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 、全然いけるでしょ。トークどうなの実際。トークね、はい、できひんと思ってた。私は。私自身が。あなたは。はい。はい、なんで、はい、もうずっと、もう、ライブとかの MC とかでも、はい、全然喋ってなかったです。でもボーカルじゃないですか。ボーカルなんですけど、はい、私は喋れないと思ってたから、もう他の人に振ってた。というか、フラズとも勝手に喋ってくれてたから。あ、そうなの？はい。はい、私も相づち打つぐらいの。あのボーカル全然喋らへんわ。あ、って思われてたと思う。散々歌って寡黙な少女を演じてたんやな、これ。そうなんですよ。それ喋るネタがなかったから。そう、あの、発想がないから、話題の取っかかりがなかなか作れなくて。始める。そうそうです。きっかけが振られたら、もちろん。振られたら、多少いけるけど、それも多分、うんうん、あの自分の喋りなんてできない、面白くないわみたいな感じで変に卑屈になってて、うん、あ、そうなの？そうです、そうです。だから、うん、なんか自信なさげになんか一言二言言って終わらすみたいな、はいはい、みたいな感じで。そうだと思います。、うん、そうです。そんなこともあったねぐらいの感じで終わってたから、はい、広げ方もわからへんかって、はい、でこうアンノーンでやりだして、はい、そうだね、そうです、そうです、はい、それもまああのやってみようぜ的なので、はい、あ、ふうさんがね、はい、すごい一人でやっているのを見て、はい、私も何かしなければと思ってて、本当に思ってて思ってて、うん、すごい焦ってたわ、あの時期。あ、そう。ふうさんすごい頑張ってる。はい、あ、そうだ、頑張ってたもんね。そう、はい、めっちゃ頑張ってる。私何してんやろみたいな。私何もしてない。どうしようみたいな。それ、ユニットメンバーとして。そうそうです、そうです。あ、なるほど。なんか置いてかれるんかなみたいな。なんか先々言ってみて。うん、私はいらないみたいな。いや、それは大丈夫やったと思うけども。多分、おいしい感じで、多分呼ばれて、はいはいって言っとったと思うよ。いや、でも、ね、こう、出る回数とかが減ってしまって、あ、なるほど。寂しく感じるのかな、今後みたいな。となったら、ソロ動画を始めるしかなかったんでは。それをするのは、ハードルが高かった。やってみた結果やね。はい。すごい高かった。ただ中の部屋で、はい。そうなんですよ、はい。頑張ってみたんですけど。あれは全3回ぐらい。実際はもうちょっと撮ってるんですけど、結果あの出なくなったんで、あ、いろいろボツになったんで、そうなんです、そうなんです、はい、なかなか
カオスやった、ね、あれはね、試練を与えられてたんだよね。そうです、そうです。テーマ与えられて、そうそうそう、これを喋ってねってなって、喋ったものの感触はその時のなかったよね。なかったの。いや、あれはあれでいいんかなみたいな。あれはあれでいい。いや、もうね、わからんかったもん。正解が、正解ってないやん。ギターの話してる？ん、違う。正解がないのね。違うよ。正解だってこう自分がえだちゃんと喋れてるかとか、はいはいはい、なんかオッケーどうこうも、はい、自分で結局判断して投げるわけじゃないですか。そうだね。もう分からんから。まあ、これでいいと思ったら、ふうさんが何とかするやろって思ってば、とりあえず提出したよと。そうそうそう、当時納期来てから提出したよと。そうそうそう。あと何とかしねえと。そうそうそう。そのうち何個かボツったよと。そうそうそう。ですよねっていうのがあったけども、はいはい、だからやっぱ一人は無理なんやって。うん、ハードル高いと、うん。ハードル高いと。思いました。あ、なるほど。まあ初っ端な一人はとりあえず無理やと、はい、今後どうなるか分からんけれども、はい、とりあえず二人でしようってなって、そうだね、喋り出したら意外と喋れたから、はいはい、あ、こっち方面やっていけるなっていうので、最近いろいろ最近いろいろやらやってるんやね。あ、そうやね、よう出てきた、最近よう出てきてるな、俺も見てるからね。意外と喋れる子やったんやって。楽しいでしょ。楽しい、楽しい、喋れることがあったら楽しいでしょ。そうなんですよ。それはね、僕とふめくんももうそうで、まあ、知ってると思うけど、話し始めたら止まらんようになるから、もう収録時間大変なことになる。そうですよね。テーマそれるからね、まずね。いや、でもそれが楽しいんですよね。それが楽しいね。テーマそれって膨らませるから大変なことなんのよ。そうですよね。今もこんな感じやから。そうですね。はい、戻っていきましょうか。はい、アンドンプロジェクトで、はい、まあそのタナチュの部屋でも多分いろいろ聞かれてたかもしれないけど、はい、自分の好きなものとかありとったと思うんだけど、はい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 、カラオケとかも何回か行ってるけども、はい、うんうん、結局好きなアーティストってどんなんがあるの？好きな系統とか。好きな系統はバラードですね。うん、バラード、はい、あ、でもロックバラードの方が好きかな。アーティストで言うと、アーティストで言うと、あ、それこそ別でコラボさせてもらってるHY さんの、はい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 、あなたとか。なるほど。366日とか。はい、いいですね。あっち系はロックじゃないけど、まあまあ、バンド的な感じではあるからね、のバラードやと思うんで、はい、こういう歌い上げる系のバラードは好きですね。得意そうだよね、そういうのはね。完全にね、ちょいちょいめっちゃ気持ちいいですもん。なんですって、なんですって。めっちゃ気持ちいいっす。あ、気持ちいいよ。あ、よかったよかった。気持ちいい。気持ちよすぎて全然聞き取れなかったから。すいませんね。たぎってたぎって。たぎってたぎって。配信曲も歌えるじゃない。はいはい。ああいうのは進んで、ああいうのも好き。やるよね。やります。カラオケでね、バンバン声出すもんね。そうですそうです。あれは女性ボーカルの方が多い。女性ボーカルの方が多い。男性ボーカルはそれでもない。うん。あんまり聞いたことないよな、そういえば。いや、歌わないこともないけれども、はい、出ないのであんまり。それは下が出ないってこと。下があんまり。はいはい。まあ女性はそうだよな。はい。気持ちよく出ない。やっぱ男性の曲は男性が歌うのがいいよねっていうのもあるから。男性が出して気持ちいいとこのラインが気持ちよく出ないってことね。うん。なんか結局上げたりとか。あ、そうか。キーよね。うん。はいはい。原曲ではないという話になってくると。そうそうそう、だからまあ、はい、行くとしたら XJAPAN とかね。上がるね。上がりますね。その辺は気持ちよく歌いますよ。プラスティネールがあったりとか。今日は、くれないとか。くれない。あ、そっち行くんや。今、バラードを言おうとして。あ、ティアーズとか。ティアーズ、なるほどね。はい。ティアーズ大好きです。なるほど。聞いたことあるかな？どうやろうな。ティアーズは歌ったこと、前では歌ったことないと。ないか、ないか。うん、XJAPAN、ラスティネール、俺歌ったことあるかな？声しいんだけどね、あれね。うん、楽しいんだけどね。あれ楽しいです、うん。あれ楽しいですけどね。楽しいです。XJAPAN か。え、うん、最近のアーティストで言うと、キングヌーとか。あ、なるほど。はい。そっか、あれも高めではある。そうですそうです。苦しいねんな、あれ割とな。あれ気持ちよく歌えるキーです。タナチュー的に。はい。そうかもしれない、ね。そうなんです。キングヌーが新しく増えたよね。はい。僕最近増えたんって。特にヨネズと、ああヨネズさんね、フレデリックぐらい、ああフレデリックか、あ、知ってる？はい、知ってます知ってます。私はあとヒゲダンとかも歌うかな。そっか、
なんで最近そうなんか高い声の多いんやろな男。そうですよね。なんかあれかな、男が歌いにくい男の曲がヒットしていくんやろな。はいはい何知らんけどな。なんでですかね、分からへん。だからフレデリックがすごい俺安心してるけどね星野源も安心するんやろ、ね、割とねところが、まあ、まあキングヌーそうやな、まあ、女性人気がバーン来てるからね。うん、そうやと思います。アイドル系はあんまり聞かない感じかな。うん、印象ないな。あんまり。いやでもモームスとか好きでしたよ。いつの？初期の。初期の？初期かな。初期って90。初期じゃないな。初期2期ぐらいか。2期。あでも同世代は辻ちゃんかごちゃんぐらいか。なるほど。その時で小学生やった。いや。辻かごと比べて年齢は上なの下なの？同じぐらいいちゃうかな。え、辻かごいくつや？え？え、でも多分同世代やったはずなんです。ザ・ピースっていう曲の時で小学生やった気がする。12歳ぐらいやった気がする。辻かごが。あ、じゃあそれぐらいかもしれないですねなるほどね。あ、それぐらいかもしれないですね。モームスはね、あの頃俺も好きやった、あの頃、うんうん、そのちょっとぐらい前のモームスの曲がかっこよすぎて、まだまだシャランキューな感じがする。あ、なるほど、うん、あなほどみみたいな感じ。なんて？かわいい。88年。88年。一緒です。あ、タメなんだ。タメですね。タメだったんだ俺はタメではないな。88年でしょ、はい、79年だからね。あ、タメではないな。タメではないな。もうそれタメはおらへんと思うな。あ、多分中澤さんとも。あれどうやろ、中澤さんで上か。中澤さん上なのかな。え、だって、うん、そうよ。え、そうなの？姉さん、そんな。中澤さん、73年。あ、上や、はるかに上や。おー。6つ上か。そら、姉さんだわ。そら、そうですわ。はい。ほー。そっか、モームスか。モームス。え、でも、AKB とかも聴いたりしてましたよ。 AKB ね、あんまりハマらなかったよね。あのただ曲は好きなの多いね。あ、そうですよね。ただ、がっつりハマりませんかって。あー、そっか。え、踊ってたの？そこまでやったら。踊ってたの？踊ってはないです。踊ってないのか。ここで披露はしない。しないしないんだ。披露できる踊りは何かないの？I want you ぐらいじゃないですか。あ、できてるかもわからない。ほんまに初期だね。ケビの。こうマイク直すぐらいのやつちゃうかな。ヘビロテ？ヘビロテじゃん。それぐらいしか。マイクスタンドがないとあらないの。そうなんですよ。残念。そっかぐらいかな。え、でも他割とメジャーなアイドルじゃないですか。いや、まあまあまあ、トップに踊り出たからね。そうですね。モームスも AKB も、まあ、でも今は何って話になるけど。あ、今は坂系。あ、坂系なんかな。なんかみんなまんべんなく人気な感じがする。そうね、まんべんなく出してるよね、うん、出してそれなりに売れてるよね。けどボカンと来てるのは男性グループはともかく、うん、女性はどうなんだろうな。最近疎いんだけどね。私もなんですよ、ちょっと追っかけてない。テレビ離れがだいぶ。あ、 YouTube 出演の方になりすぎて。そうですね。あ、いや、サブスクに。サブスクに引きすぎて。サブスクに引きすぎて。どういうことですか？適当に流して聞いてるってこと？いや、もうテレビとかってなんか見たくて、その時間を待ってる間に他のが音楽とかが流れて、おこれみたいな感じで知っていくタイプやった。あ、なるほどなるほど。それがサブスクにより見たいものがその場で見れるじゃないですか。それ弊害やね、はい、完全にね。見たいものしか見ないから、ね、そうなんです。だからもう情報がなかなか自分からだから聞きに行かな。そうです。入ってけへんよね。そうです、そうです。それ絶対弊害やんな、今で考えたら、ね、うん、だから俺もちょっと覚えるアーティスト少なくなってきて、これは誰だっていうのがいっぱいあんねんけど。そうですよね。困ったもんだよ、ね、困ったもんよ。だから昔の方がアーティストいっぱいしてたっていう感じになってくるからね。そうなんですよね。だからカラオケのレパートリー増えへんねん。あ、そうですね。それはそうでしょう。 お父さんお母さん世代が曲を、昔の曲なら歌えるっていうのも同じ原理じゃないんですか。あ、インプットが少なくなってきての話はね、ついていけんわとかなってくるよね、うん、ついていけんことはないねんけど、インプットが入ってけへんだけの話やからね。でもそういうことじゃないですか。そういうことなのかな、うん、どういう話になった。
音楽の話は違う。音楽の話には違いない。はい。じゃあ、アンノンプロジェクトで、はい、タナチューメインでやったことって何かある？え、あ、私発信で？そう。ないんちゃうか。意外にも。基本的に、ふめいくんが、これやるよ。はい、本番出すよ。そうそうそう。じゃあ歌って。そうそう。みたいな感じで。そうです。考えたこともなかった。なんかあるって言われて、考えてみたことはあるんですけど。うん、あ、そう。そうなんですよ。なんかある、なんかやりたいことあるから、私、みたいな。歌いたいぐらいの感じ。私は歌いたい。歌いたい。普通やん。じゃあこれ歌ってって出せたら、はいっていうだけなんですよ。本当に、はい、もう本当にこう、発想がないから、さっき何度も言ってるんですけど。その話になってきちゃうもん。そうなんですよ。はい、だから、はい、こう、提示されたものを、いかに自分のものにして、作り上げていくかに喜びを感じるタイプ。ああ、提供されてね。そうです。ああ、はい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 。なので、はい、ま、カバーとかもそうなんですけど、ああ、なるほど。こう、いかにこう、自分のものに噛み砕いてというか、はい、自分の声として発して、はい、いかにそれを仕上げるかっていうのが、多分楽しいんですよ。なので、かといって、これをしたいっていうのは、なかなか、逆に何でもしたいぐらいの感じなんで、こう絞れないんですよ。あ、なるほど。極論、この曲の作詞したいとか、はいはいはい、私の作詞だけで構成するアルバム出したいとか。あ、それもう怖い。怖い。完成しなくていいから、完成しないから。なので、はい、ちょこちょこなんかこの。つい最近話しとったんですけど、はい、もう本当にポエムみたいなんでちょっと数行程度書いてるやつがあるからそれをとりあえず投げて、あ、なるほど、それを広げてもらうっていう方向でいこうかなっていう話にをこの前してて、ふうさんとね、あ、だから作詞ふめくんがするからだよね。そうです、そうです、うん、そのテーマというかイメージみたいな、そうです、ちょっとポッて与えて、そうそうそう、あと膨らましてもらえるよろしくみたいな話になるから、そうです、まあ、彼はまあそこまで思ってないと思うけども、うん、ああそう、はいはいはいってなるやろうけど、まあ、うん、一回もう最初から最後まで作ってこれって送ったったら、それはね、まあ、でも何回かやったことあるんですよ。あるんや、あの、はい、作詞した曲とかもありますよ。はいはいはい、はい、アルバムとか、あ、なるほど、あるんですけど、はい、あー、どうやろう、曲来たらまだいけるんかな、んでも、あ、曲選考やったら、うん、はいはいはい、多分まだ作りやすいんやと思うんですよね。もうメロディ決まっててこれに当てはめていくよ。あ、そうです、そうです。あと曲がメロディ選考やったらイメージも湧きやすい。あ、そうですね、うん、はい、っていうのがあるから、まあ、まあそういう話も出てるんで、あ、そう、やってみようかいなとも思ってないこともあるんですけど、あらあら、すいません、すいませんちょっとガヤで、あの、ええ顔してはる人おったから、ええ顔してる人は俺ずっと見えてるんだけど私、あえて顔そらしとったんですよ。わかるよ、わかるよ、目合わさないようにしてんだよなって思ってるよついつい見てしまって、はい、目があったらもう、はい、目も合ってないのにすごいいい顔してるって思ったそうなんですよ。でも、はい、そうやでって言いたい顔やってやらすよみたいな顔やったから、そうそうそう、ね、そうは思うよ、うん、今彼も今制作モード入ってるみたいやからいろいろな、あ、多分出てきてると思う。そうそうそう、なのでまあ、はい、するはすると思いますよ、何かを、はい、はいはいはい、作詞やと思いますけど。あ、そう、はい、最初から、うん、テーマも何も決まってないけど何か書いて、まあそうかななんで確認したそうなんかな、分からないけど、まあ、適当に言うてますけどね、うん、はい、そう、今無やから。無やね。それこそあれやん。さっきの、あの、バン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 動画出て、置いていかれちゃう、私、泣かせな、作詞しました。その能力やったらしてますよ。できますよ。怖い。プレッシャーしかない。いや、まあ、まあ、そのまま通るかどうか別の話。あ、まあね。うん。まあまあまあ、それは作り上げていく話はあるだろうからね。うん、まあ、でも作詞はね、ちょっとほんまにちゃんとしなあかんなとは思ってるので、そうですね。まあでも自分の言葉で歌える喜びっていうのは多分あんのよ。まあ、もともとそれをしたい、したいと思ってずっと続けてはいるので。ほう。ところが怖い。そうなんですよ。ところが怖い。ところがこう、その表現力がまだ乏しいので、
出さな、出さな、出さな。そうなんですよね。そう、分かってるの分かってるんですよ。分かってるんかいな、分かってるんかいな。出しからあかんねんけど。そうなん出さな出てきへんからね。出さな出てきへんからね。あ、これもうちょっとこういう表現があったなって数年後に気づくねんけど。そうなんです、そうなんです。出した後に。そうですね。それはそれでええのよ。そうですよね。それがまた糧になって、こう、成長していくわけですよね。そうそう。あのね、昔書いた曲いっぱいあるんだけど、はいはい、うわ、やっぱり歌詞いっぱいあるってなって、リメイクしてるから。ああ、そう、そういうのもありなんか。そうそうそう。ただ、礎はあるから、それはそれで、当時の思い出が残ってるから、面白いのよ。ああ、そうですね。だから、残すのはありやと思うね。確かに。当時のやつで。そうですよね。うん。ブログみたいなもんやで。ああ。もうほんまに。うん。で、パッて見て、ここあかん、ここあかん、ここあかんってやっていったら、違う歌詞ができたってなってるんだ第2章やな、みたいな感じになったりするんだけど、それは全然面白いんだけど。なるほど。じゃあやっぱり歌詞は作っていかなきゃダメですね。メロディーは？メロディーはそれこそもリス。いや鼻歌伝えるとかでも。あーなあ。それやったらもう一生懸命歌詞書きます。え、じゃあ浮かんだりしない？あ、浮かんだことないっすね。そうか、じゃあ無理だな。うん。俺は基本降りてくる系やから。ああ、いいっすね。降りてきて忘れんように何回も歌っとる。ああ。運転中とかの思いつくから、どないしたらいいかわからへん。適当な歌詞つけて、はいはい、その時はもう意味のわからん日本語つないでるんやけど、はい、メロディーを覚えるために。ああ、うん。で、最終的に街歩きながら撮って、後で聴いて何言ってるかわからんけど、メロディーはわかったって感じで、はいはいはい、覚えていったりするんだけどね。ああ。そうして形になっている曲は何個かある。なるほど。忘れちゃうから。あ、そうか。絶対に忘れるの。あ、そうか。あ、それで言う、あ、え？それで言ったらもしかしたらあるかもしれない。多分ね、突発的に、なんか。鼻歌でやったらあるかもしれない。あるかもしれなくて。忘れてるんでしょう、ね、忘れてる。ただ自分の好きな動きってあったりするの、ね、なるほど。メロディーのね。なるほど、なるほど、うん。で、これ入れたいなってなったら忘れるようにしたいっていうのがあったりするから。なるほど、なるほど。取らなきゃ。なくは、取った方がいいと思う。覚えてられるんやったらいいよ。うん、無理です。忘れてるぐらいですからね。いや、その歌ったかなっていうのすらも忘れてるかもしれない。そう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 。無理かな。Cも一緒やで。振ってきた後、書き留めとかな。あ、それはしてます。それはしてるんやね。しといた方がいい。そうそう。うん、なので、そこから広げようとは思っているし、はい、最終的な私の目標は、はい、自分の言葉で一人でも多くの人を、楽しんでもらう。ん？楽しませるじゃないけど元気になってもらえるアーティストになりたいっていうのが目標なんで発信していきたい、はいはい、そのためにやはり自分の歌詞は必要だろうっていうのはずっと思ってはいるので。なるほど。最終的には歌詞を自分で書いていけるようにならなければいけないっていうのは分かってたんですよ。分かってる、分かってた、分かっている、ならなければいけないことはないけどね。まあ、うん、ちょっとでもまあそれが一番手っ取り早いじゃないですけど、一番こう直に行くじゃないですか。あ、直に行くよ、うん、あと作らなければいけないって枷作ってしまったらそれが重荷になってね。そう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 。そこまで考えなくてもいいと思うよ。発信したいものもある。あ、そうですね、うん、で基本多分歌って発信の方がメインになるだろうから、うんうんうん、そっちに影響するような作詞に枷はやめた方がいいかもしれない。あ、なるほどね、うん。まあ、今後もね創作していくと思うんだけども、そうですね、その創作していく中で不明君とぶつかったことある？ないです。なぜなの？え、なぜなの？不明さん絶対やからこれはダメだもう話どう膨らましたらいいんだそもそもはそうやな、はい、不明君絶対なのは、オーディションだっけ。オーディションだっけ。そもそも彼と出会った。オーディション？なんかに募集で。あ、ミクシーで。ミクシーか。ミクシーで、あれですよ、バンド募集してる人らんところがあったから。申し込んだんでしょ？そうです、そうです。ボーカル募集的なこと。そうです、そうです、そうです。それで、まあ、オーディションかな。うん、行って、歌とりあえず歌って、とりあえずやってみようかってなって。はい。即決やったんちゃうか。そうなんかな？どうなんやろ？どうやったっけ？後日やんね。その場では何も言われてないよ。ああ、そう。時間がなかったのか。いや、多分。シンプルに他の人もおるかな。いや、森っちがちょっと悩みはった。そうそうそう。そういうこと。うん、あ、二人で見たんだ。そうそうそう。いや、決定権はその時は森っちだったんで、うん。彼のバンドやったっけ？そうですね。彼主体のバンドだったんで。そうかそうかそうか。はい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 、はい。で、なんやかんやあって、
あのライブする前に抜けて1回目の、ああなるほどはい、1回目のライブする前に抜けて、はい、どうしようかなと思ってたら、あの同人というか他でサークルでやってるから、はい、そっちでやらへんって言われてからがずっと一緒ですね。そうだよね、はい、それがどれぐらい前だ、これ17年前ですよ。はっきり言うと、まあ、そこまで言えんの。そうか、この前話したところで。ああ、記憶に新しい話なので、そうです、計算したらいいな。そうです、そうです。17。17、ちょうど、あの、私の人生の半分ぐらいをふうさんと共に過ごしてるねっていう話をしてて。あ、そうなんだね。はい、すごいね。そうなんですよ。その中で。17年だね。そうなんですよ。その中で、まあ、空白の、あの、活動してない時もたまにありましたけど。あ、まあ、まあ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 。でもまあ、その中で喧嘩らしい喧嘩ってないんですよ、ふうさんとは。基本与えられたものを。うん。でもあれでしょ、あの歌撮るときに、はい、うまく歌えたのにな、なんでダメ出しされるんやろとかなかった？え、うまく歌えたな、いや、うまく歌えたなとは思わないですね。もっと上はあるやろうと思ってる。うわ、意識高いよいや、いいけどだからダメなんだろうなっていうこと。いや、だからここが、はい、あの冷静に自分が歌えてると思っても冷静に聴いてる人は違うっていうことは違うねんなっていう感じやし、はい、あのイメージと違うねんな、自分がこうやと思って歌ってるけどイメージは違うねんなって思ったら、あ、なるほど、はい、っていう。ただ最初、ね、そうです、そうです、はい、ただ最初の頃はこうふうさんのふわっとしたイメージに沿うのはなかなか大変やった、うん、でしょうね。あのふわっとしたイメージに対してそっと入れるのかっていうのが、まあ、まあここにおるかもしれへんし、ここにおるかもしれへんし、 あったかなみたいな感じになってくるかもしれへんから。そうなんですよ。で最初の頃はね、本当にふわっとしてるイメージを、うん、分かるよ、こう、うん、もうちょっとあーやみたいな、うん、もう そのあーやの意味が分からんって話だろ言葉ない時もあるから。どういうことですか？ジェスチャーの時とかあるから、 もっとこうまあ、彼も言葉で出せんかったよ、ね、イメージやから。だからそれは今となっては、はい、OK こうなっていうのが分かるから、はい、でいけるんやけど、撮った後にあこうなってるわ、そうそうそう、声のイメージ でちゃんとこうなってたって言うと、今の感じがこうやって言うから、あそうやな、 OKOK みたいな感じでこうだん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 分かっていったんですけど、はい、それがまたね、はい、楽しいんですよ。でしょうね。見つけたわ、答えあったわって。でしょうね。ふうさんのイメージに合わせれたみたいな、やったみたいな。いや、たどり着けるのが大したもんやけどね。ようね、うん、そもそもそこやからな。いつまでたっても違うなってなる人はなってまうからな。なる時も多分あると思うで、諦めてはる時もあると思う。あ、そういうこと、うん、改めようかみたいな感じで。あ、そう、ひどい時は多分 あの改めてしようかとか。調子だってあるからね。うん、あるから。そっか、17年か。でも俺と知り合っても10年は余裕だったよ。そうです、そうです、だよね。すごいな。うん、お世話になってます。いや、僕は全然お世話になってない。お世話した覚えはないけどね。はい、楽しませてもらってるんです。ああ、なるほどなるほど。いや、それは多分嬉しい。はい、ちょっとしたエッセンスもね。あ、そうです、そうです。はい、じゃあ、はい、結構話し込んでしまいましたけども、ね、はい、何の話できるかなって思ったけど、いろいろ膨らませられたかな。はい、なんかね、楽しかった。そうね、なんかこれからもどん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 自分発信をしていくみたいやから、どんどんどん見守っていけるようなイニシアチブを取って頑張っていくみたいな。イニシアチブを、はい、取っていってるみたいなんで、今後ともね、アンノンプロジェクトの行動でどうなっていくのか、はい、そもそもあのカバーもいっぱい出してるもんね、今。そうです、そうです。なのだから精力的に今やってはるし、歌いたい曲がいっぱいあるのかな。まあ、やりだしたら多分いっぱいありますよ。あれはあれですか、あの私これやりたいなのか、ふめくんがこれ歌ってやなのか。あ、最近は割とたまに私も結構言うようにもなりましたよ。まあ、そうだよね、うん、まあ、それでどんどんどん、いや私この歌詞変えないんやけどっていうのがどんどん増えてくる。あ、そうですね、そういうのもできたらいいですね。できるように頑張りたい。できるように頑張りたい、うん、できるように頑張りたい。まあ楽しいよ。そうです、創作はね。あ、でも、うん、そういう自分になりたいとは思ってるんで。なるほど、それに向かってやっていこうと思ってるよ。なるほど、もう初めから意識が高い田中さんでした。ありがとうございます。はい、これで、終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。